のぞちゃんもお疲れ様でした。いえ、さっきいいねした。まあお疲れ様、あやばい声がお疲れ様ね、ありがとうね、来てくれて。パナちゃん今日、おこのパーカー、パンダパーカー、これ好き。シンゴわわわわじまる、こんばんひなと、お疲れさん、一部も二部もありがとう。じゃあオーストめっちゃ近い、近いっていうかね、ウエスト同じ建物なんや。大こんばんざー、配信でライブ見てくれてありがとう。そう、配信で見てくださった方も結構いる。焼き餅こんばんざー、まあとてもよでしたね、よよのよ。ご不幕できなかった、あートークポート、謝んないでー、全然。シンゴママお疲れ様でした、先約あったので、あらー先約、あでも今ならなんとかまだ YouTube でアーカイブ多分見れると思う。でも分かんない、いつまでもうすぐ消されちゃったりするかな、分かんないんだけど、見るなら今のうちだ、今さっき見れたから。ゾウモティお疲れ、ふくふくこんばんは、あしもちゃん、あ久しぶりな気が、こんばんは。なくした首とか腕とか折れて不吉だから、え、そうな、折れない、笹さんは折れないと信じたい。マシモちゃんでちょこっとだけよろしく。安典こんばんは、声びっくりした、そんな枯れてないと思うんだけど、多分ペンライト理解しづらくて緑あんま触れなかったあ、でもセンターに入れたんでしょ、緑次は振ってもらおう。あんこちゃんちゃっちゃっちゃっその髪、そう今日ふわふわした、でちょっと若干直した、ふわふわ、今日は2部はふわふわでした、1部はストレート。ちょちょ目の前だ、ああウエストがそっちか、もうウエストとイーストどっちがどっちか分かんない、あもうまだ見てない、満場一で4の4人って満場、誰がいるの、また明日ねっていうの、また明日トークポート、かなこちゃんやった直接お話できた、ありがとう。最善でもう緑とオレンジのセット振ってくれたからすぐ分かったすみちゃんサチワン、サチワンだよ、あこんばんざーい、お疲れ様、あ推し春菜昇格おめでとうございます、いやもうリアクションがすごい良かった、やばい、あめっちゃ今腕筋肉痛切ったことに気づいた今。あこちゃん早くさちゃんのそのアクスタ展示されてるのみんな見た、実物みんなね、いろんなとこ連れてこうね、バンザイファイターの最後の真顔のとこめっちゃ好き、真顔のとこここかな、どこだ、ダン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 、バンザイファイターいいよね、楽しい今日何回踊ったんだ、4回中3回出たのかな、自分はバンザイファイター、まあ行けてよかったでしょ、ロチのローン後悔させない、感想まだまだ待ってます、ワンマン、パナちゃん僕のついてるかわからない髪型のん初見あっちん、トトトさんこんばんは、はじめまして、トト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 、私はサササ、あなたはトトト、まず一応サササセンター気味の時緑ブンブンかわいい、緑ブンブンまれ、ワンちゃんからそう実用的なプレゼントをいただいたんだ、ありがとう、よいしょ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 、受け取りましてん、受けたーたー、今開封していい、ワンちゃんだけど、ね、猫ではこれ、すみちゃんアクスタとぬいぐるみのシンクロするツイートしたいか画像待ってます、ケルジー
ルスも手なずけられるよ。ジュジュ、先ほど北海道に到着して、あもう帰った、寒くてラーメン食べてしまった。パンダちゃん、ササですな、あさって会えるから、あ確かに、オーイースト、あ出番出た、あれ、あロタめっちゃ実用的、えめっちゃ高級な、やったいただきました、高級な高品質ティッシュ、え全部甘いんだろうな、ありがとう、すごいいいティッシュばっかや、しっとり系、ありがとう、食べます、ま満場、あ全私、何人いるの全私、やった、ティッシュってなかなか自分で買うことないから、自分あんまりティッシュを買わないんですよね、高品質ティッシュ嬉しい、シンゴワンマン大盛況おめでとうございます、ありがとうございます、次のワンマン絶対だよ、シンゴシカちゃん配信見てました、一番の中盤の曲、え浮世和歌とか新月とかかな、笹川がやられ役に徹してたやつ、今日はやられ役ムーブでした、緊張した、浮世和歌で、うん、すごい浮世和歌最初いじめられっ子なんですけどで、まあ曲の解釈いろいろあると思うけど、途中でね、赤い扇子を多分みんながこう何欲しがる、まあいろんな解釈があるにしても、いろんな人が求めるもの、欲しいものを手に入れたずみたいな赤扇子、赤扇子を一人ゲットしてみんなをぶっ倒していくっていうで、新月咲くようなかくれんぼで、なんとまた処刑、貼り付けみたいな、処刑されるっていう、てててて、ってリフト楽しかったああ、さっちゃんの優しさのおかげ、わいは何もしてないよ、春菜の頑張りだよ、なんちゃん会社でバースデーカード書いたから今度読んで、違う、もう壊滅的だよえ全然だ、全然壊滅的じゃないわよ、あなた手紙読んだけど、三好さんこんばんざい、髪伸びたかな、ふわふわさせてるからかな、ちょうど今日ワンマンのために気合い入れようと思って、ワンマンに行く、何出勤じゃなくて足の時にルアさんの曲聴こうと思ってリアルに聴いてました、かのおかちゃんアクスタお家を取り掛けよう、かわいい、みんないくつも買おうな、そうあのなんかおしゃれな食べ物飲み物とチェキの写真ツイート嬉しかった、感想メールに書きました、やったー待ってる、あくちゃんふわふわ髪の毛だと漫画に出てくる白人の金髪少年、画面が渋滞してる情報が、タムちゃんあさって緊張、大丈夫、緊張してもそんなのどうでもよくなっちゃうぐらい楽しくしちゃうから、テルジじゃん、テルジと仲良くなってる、マジ超実用性マックス、テッシュテッシュ、テルジテルジ、手がテルジの左目に入ってさなんかこうやるとこうなんかテルジが、あテルジ、テルジがこうやってるところを自分がうんって押さえてるみたい一人だよ、昔友達に複数にいたら嫌だって言われたからピンで頑張ってピン芸人だったのかマオは、ありありだ、ありあり、トモさん、すさまるワンマン金魚までしか、え2曲目じゃん、全然見てないやん、まだこれから、今日の浮世はまだ見てないけど、サビ前でメイがササにマイク渡す、ん渡すと
あこちゃん、あのストーリーはキリスト感ね。そう、いや、あの流れはいいよね。浮世和歌と新月作用のかくれんぼ。良平さっさー、こんばん。まあさっさが出てる順位取る。そう、しかもどっちも違うポジション。レオナルのニューハクショクの優しい色をした光、パンダちゃん、え、パンダちゃん字綺麗なのに。よっちこんばんざーい。赤ちゃんテレジが池のメダカさんに。こうやって押さえてる人。まあ、二部物販で偽金髪さんたち、え、そうなんだよ一回さ、ウィッグこう借りてかぶったら、いや全然変わらんやけってなったその前悪役だったのかもしんないパッと見初見の人、笹川は絶対悪役側だと思うよね。悪役じゃない、バンザイファイター、ヒーローチームです。ヒーローチーム、ありあり、さっき YouTube で、うわー、ありがとう見てくれて。そうなんだよ、その話もしたかった。いや、やっとやっと3月12日から14日大阪遠征に行かせていただきます。イエーイ。3日間、金曜日から3日間です。金土日週末、そしてその前の週、6、7土日で名古屋遠征で、それと同じメンバーでちょっと隅っこ行ってね、同じメンバーでなんと翌週大阪遠征に行かせていただきます。 3days 嬉しいね。イエイイエイ。なので皆さん大阪でもお会いしましょう。なんかね、名古屋だとまだちょっと行きづらい、遠いけど、大阪ならめっちゃ行きやすいって人いるかな。大阪遠征でお会いできるといいな。楽しみだぜ。笹川も参加させていただきます。名古屋も大阪も。なのであれですね、ちょっと都内ライブの方が来やすい方には申し訳ないんですが、笹川さん次じゃないや、3月の1週目と2週目は土日ちょっと都内にいないですね。あ、でも平日はいるので、平日ライブは出れる。うん、都内で、都内とかとか2週連続ちょっと土日は遠征行ってます。バナちゃん、メイがササにマイク渡すところ、そう、あそこで受け取ってるんですよ。なんかいろいろセンスを受け取ったり、何とかもいろいろやってる。浮世和歌ね、本当にすごい挑戦な感じになってます。いろいろ挑戦してます。なんかこう紙手しもっていろいろ使ったり、あとワンマンライブとかだと、あの最後全員赤センスになるっていう、あれみんなめっちゃ職人芸してる。マジックです、マジック。さっちゃんと下が増えたあれはささやんとしたかった実は。いやでもアイリーめっちゃかっこよかったね、やっぱ。いや普段もう好きなんだけど、あのアイリーが特にめちゃくちゃ好きめっちゃかっこよかった。まあ意外と色めっちゃ一緒なんよ。あ、でもかなと葵新たにウィッグを買っていただいたなと思うけど、
色が違くてめっちゃ黄色だった。よへ、大阪って僕どこ住んでんだ、どこ住んでんだどこ住んでんだ、大阪大阪大阪、やったー。ライブの詳細はお待ちください。慎吾2週続けて、そうなんですよ、遠征遠征、今年は日本満喫するぜ。タラトゥーラーこんばんざーい、キンちゃんこんばんざーい。バナちゃんシャンプー追加しないと、あシャンプー、え、でもまだあるあるある、そう、たくさんトラベルする。まあ大阪おめでとう、もう絶対楽しいよ、絶対楽しい、おいでというか、マオの足が本当に大丈夫なのかめっちゃ心配。ありあり、大阪行く予定、やったー。前大阪行ったのは9、いや大阪じゃないの、あれ京都か、9月はドンキュー、え、あれって大阪だっけ、あれ大阪か、え、あれ大阪か、なんかいろんな名古屋とかの記憶が混ざってる。大阪でも大阪は結構久々な気がする。足りてる、足りてる、ありがとう、うん、あこちゃん、さっちゃんがいろんなところ行けるの嬉しい。だからみんなもさっちゃんのアクスタ連れて一緒に西にね、そう西に、北に、南にもっと広めたいですね。あ、あでもさすがに、なかなか遠征って自由な単独行動できる自由時間って全然ないから、やっぱみんなで、みんなで行動的な感じだから、あれか、行けないかな。大阪にある新潟のアンテナショップ的なとこにも行きたい、行ってみた。フランスさん、ハッピーバレンタイン。そっか、まだそっちは、フランスは2月14日。ハッピーバレンタイン。配信も見てくれてありがとう。キンちゃん、今日も可愛かったです。配信見た一人。さっき、あれツイートしてくれてた画像。今日楽しいライブ、両部お疲れ様でした、ありがとう。もうめっちゃハイテンションテンションマックス。のびーぬー、こんばん、ごめんなさい、ママお疲れさん、楽しかったようで何より、おやすみなささー、ありがとう、ちょっとでも言ってくれて。トクポータもね、トクポもよろしく。タナシアン、こんばんざい。フランスはさっさは最高だったね、配信見ながら泣いてた、泣かしちゃった。そうなんだよ、もう楽しかった、いっぱい汗かいた。もうそれ追加したか、あ、ウィークね、もう話だ、すごかった色、色ちゃう、アクスタ悩んでる、本当に販売する期間が1日半とかしかないんで、お気をつけください、悩んでる間に終わっちゃわないように。火曜日の23時59分まで。浮世和歌はささしか語んなよ、帰った、こんばんざーい、ありがとう、シュ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 。あこちゃん、囲みチルね、チルってなんだ、囲みチェキ取るとき、さっちゃんの本当にアイルちゃんに睨みつけられちゃって、あ、あった銀、そう、横パッて横見たらめっちゃアイリ見てた。まあさすがのサザちゃんも、え、嘘、疲れてる、あでも眠気かなどっちかっていうとハイテンションの方が、こんばんざーい。で確かに眠気はね、うっすらある今
そうだよ、早起きだったよ。でもいつものワンマンの日よりは寝れた。前日一回仮眠も取ったから。採用芸能人さんこんばんは。今日お話できたね、ちらっとね。シンゴドライバーのアビコさんの負担を楽にするという言い訳で新幹線移動、多分あれじゃない、コスト的な問題じゃないかな。新幹線だったらビューンだね。わかんない、どうなんだろう。まあ行けたらよかった。次の機会どうしようかな。与える、いつかな。日本満喫したい。かなこちゃん、配信で見るライブより生で見るライブは迫力がすごくて。そう、しかも最善ね、間近で心拍数やばかった。すぐは無理だけど、またおいでおいでおいで、待ってるよ。すりすり、あれかなこちゃんって住んでるのどこだっけ、石川とかそっちの。ナルトスこんばんざーい。京都じゃないけど大阪行くよ、大阪遠征。あ、シカちゃんおやすみなさい。しちゃったかな、もうおやすみ、お疲れ様でした。あ、微妙なテンションになっちゃってていや、いや心配した普通に。そう、早めに、そうだよ、手遅れになったらいかんからな。フランスは今日の髪型めっちゃ可愛いよ。ふわふわ。あんまりね、普段しないけど。キラン、ふわふわ。でもささが固定が使えないので、あのくるくるくるってなんか巻くやつ。ストレートアイロンでもうウリーンってしてる。GTR こんばんざーい。ありがとう GTR もチェキ。なると3月中旬、あ、もう知ってた、大阪遠征と聞いたけど今のところ台湾スライドル多すぎて周りきない。ああ、うん、回って回っておくれ。でも3日間大阪いる。12、13、14。まあ今回だからマジで記憶当たってたな。女出なかったな、マオの。あこちゃん2分の前にキャッしてたの。あら、そうなんだよ、今回ねやってない曲たくさんあるからね、その曲たちをやりたい。ワンちゃん、ちなみにここ数日出回ってたのはあの中の、あーこれこれ、あこワンちゃんだけど猫、猫袋探してくれたん、かわいい。もう笹が今日黒だから同化するやん。これどう、いい感じに、ちょっといい感じにスクショ撮っていて。ちゃんと猫になってた、猫島や。フランスは後輩に告白されるの嬉しく、うん、でも普段から普段から笑った。かなこちゃん新潟出身で、あー今長野か、長野だった。新潟にも東京にも行きやすい、最高。長野って言ってもめっちゃ広いよね。あの新潟より東京よりどっちかっていうと中間。心配してくれてありがとう。やさこだからね、笹川やさこ。ハトさん、由来は笹川流れと笹団子。そう、笹川流れ、新潟の。あと新潟に笹川さんが多いから笹です。新潟は笹系の何名物とかが多い。
まあ衛星の辺毎回綺麗に、あ、じゃあ遠征先でなんかあのそういう仕事しようなると、とりあえず大阪のしてるアイドルが一組かぶらないことだけはなって台湾決まって3組もあるんで、え、まだライブの詳細何も分かんないんだけど、自分たちも本当に日程しか、どこのライブなんだろう会場すらもまだ自分たちも分かんない。ワンちゃんセリアで一目惚れしたのにそのエロだけなかったから、めっちゃ探してくれた、大事にしよう、え、待って、なんか入れて取っとくわ、ワンちゃんがたくさん探してくれた、どうかどうかしてるどうかしてるぜ。あ、待って、これこうやったら猫になる、なってるから見えない、かわいいね、え、大事にしとくこれ袋、まあイメトレはしてない、みんなに割り返されてるえ、してなかった、してない、してない、キャッあの歴史塗り替えてまた新たなキャッ、新たなリアクションが誕生するんでしょ清く正しく美しく、ラララララララ、そう、まだねやってない曲もたくさんあるから、最近バンドジャパン知ってくれた人とか、まだ生で聴いたことない曲たくさんある人もいると思うんで、いろんな曲聴かせたい、ちょっとまだ音源化もされてないし、音源化もされてないし、ライブでも最近全然やってないなっていう曲めっちゃあるんですよ。まあでも YouTube とかで昔の超過去のライブ映像見れたりするけど、笹川さんがなんか全然違うので、踊りとかも見た目も含めちょっと塗り替えたい、それこそ聴いてほしいなー、いろんな曲、え、ちょっと一回全曲やるワンマンやろ、やりたい。かなこちゃん北進のめちゃくちゃ、おー、もうほぼ新潟民、そっか、新潟、新潟、超新潟、最高、新潟と長野、あなた今田の人らにはバンドジャパンって言うと困るかもって、何にも知らない、ちょっともう全然分からん、そうなん、初耳、まあ、実際来月の名古屋の日は静岡で仕事してるから、あ、んー、ニアピン、うんその足でじゃあ名古屋、よしよし、今日生で真央のよしが見れただからよし、慎吾テルジとのバランスがいい、え、何これ、これかな、袋かな、黒めちゃめちゃ人気らしい、え、あと何色あるの、白猫さん、ハットさん、確かに新潟笹のイメージ、笹川ながら、そうそうそう、笹川ながら村上市、ちょ、上の山形の方、まあ、どうしてよ、なんで見れないのよ、こんなに求めてるのに、清く正しく美しく、タタタタタンタタタンタタ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 タ、でも清くはね、まだ音源は一応あるからね、その分恵まれてる。キーさん全曲ライブやりたい、
やりたい、やりたい。でもすごいすごい時間になりそう全曲やったら。だっても30何曲あるんで、1曲4、5分としても2時間半 MC とかも入れたら3時間くらい長アイドル側が心配になる。さすがに倒れるんじゃない。大丈夫、バンザイジャパンは人数じゃない、メンバー入れ替え制のライブだからちょっとずつちょっとずつシカちゃん、わかる、春色ジュビリーめっちゃ好きなんだけど、あ、そう YouTube のね、本当に何も知らないからねあれえ、やばいやばいやばい、まだ発表されてない、あの音源、え、流しちゃダメなやつだと思ったら急に踊り出すのてってれだよあれ、まんまとやられた。ライブ中にドッキリ仕掛けられたの、あの1回だけ。そりゃそうそうないよねえ、でもそう、春色ジュビリー大好きなの曲でも音源になってないの。そう、曲めちゃ好き。まあそのままいけたらどんなにいいか、よし、それはよしじゃないんだろうなささやき曲宣言、ささやき曲宣言って何